セメント質、または、白亜質とは、歯根部増下質外表を覆う、非血管性の結合組織である高組織で、歯根膜繊維を歯根に付着させる役割を持つ。歯は、歯根膜を介し、顎骨に固定されることによって、光合圧に対応している。また、組織学的には、エナメル質、増下質、歯髄、セメント質よりなり、歯を支持する組織、つまり、 刺繍組織として、歯肉、歯根膜、セメント質、歯槽骨がある。セメント質の厚さは、根尖部や歯根分岐部では厚く、歯茎部では約30から60マイクロメートル、根尖部では約150から200マイクロメートルであるが、加齢により飛行する。高齢者では、歯槽骨と癒着することもある。無細胞セメント質と有細胞セメント質に分かれる。 イとは、形成の時期、細胞の有無、コラーゲン繊維の由来により、無細胞固有繊維原生セメント質、無細胞非固有繊維原生セメント質、有細胞固有繊維、第二セメント質、有細胞混合繊維、第二セメント質、無細胞無繊維セメント質、中間セメント質、混合性相乗セメント質に分類している。波形部にあるエナメル質とセメント質の境界を、 エナメルマイナスセメント境と呼び、これは解剖学的波形線と一致する。波形線は唇側および絶側では、子根側に突腕し、近心側および遠心側では、破管側に突腕する。拡大してみた場合、滑らかな曲線ではなく、虚子のような複雑な形を示す。境界部でエナメル質とセメント質は約30%が、 移行的に連続するが、約60%は、セメント質がエナメル質を覆い、約10%が連続せずに、増下質が露出している。エナメル質を覆っている部分のセメント質は、セメントジタと呼ぶ。また、第九子では、波形部から四根部にかけて、球状のエナメル質界が存在することがあり、これを、エナメルしずくと呼ぶ。約60%が無機質。 25%が有機物、15%が水からできている。無機質はヒドロキシアパタイトを主成分とする。有機質の大部分はコラーゲンであり、I 型コラーゲンを中心とする。このほか、プロテオグリカンや糖タンパク質が含まれている。セメント質形成不全、セメント目細胞種、骨形成繊維種、家族性共応型セメント質種などがある。 ケとト P317 ハット AB スダ 2007P47ABC 田中 P24 ケ K ト P321 から322藤田常太郎ら P18 藤田常太郎ら P19 オーラルスタジオシカジショセメントマイナスエナメル酒井 AB 柳沢 P19 柳沢 P11AB 中塚 P72 ケ K ト P8 ありがとうございます